ドラはパーソーです。ああ強さ悪くないですね。9番かな。あローワンから。789見据えてるんですね。あこれなんか少数神の目がありますよ。あ難を持ってくれれば。そうですね。でも難はまだ山に3枚いますからね。あいい感じですね。いいところ持ってきた。いい感じですね。あこちらも絶好の換算ピン。そしてトンガンコ。これね、これで何持ってくるかかなり少数紙の可能性ね、出てきますよ。やっぱりこういう数紙ホケの上がりっていうのはやっぱあんこにしとかないとね、一つ、はい、あれもう3番切るんだ。はあ難短期を想定するとですね、両面系残しておいた方がいいと思うんですけどね。うん、ですから想像を払うという手もあるわけでしょ。まあドラが一応パーソなんで、あただまあもうそう、ああもう本一の方へ向かう感じか。うん、何欲しいですよ、なんか ね。ここで重ねられた。重ねられましたね。ドラです。ドラ引いて日頃のいいシャンテン、まあウーアン切るか三蔵切るか、まあウーアンを先に切るんでしょう。あ三蔵切る。これ飯田はもうシャーペー出たらどちらもポンですね。いやちょっとそれがね分かる。飯田さんどう構えるかがね、どっちもおたかぜなので、はい、まあ、でもポンするかな飯田さん、自然な感じで。だって2枚目なんてどこでいつ出るか分かんないですよね。うん、チュンが重なった。あこれね多分何を持ってれば1枚でもね、はい、それ行きたいんですけどね、はい、まだシャーもペイもションパイですから。はい、ドラがパーソナルでどうするかな。ドラメン2ここは生かそうという土田。789は見ない。ペーだ。ペー頑固になった。あ、すごいですね。すごいね。これならもうシャーポンするかもしれませんね。で何持ってくればいいってことになりますから。はい。すごいですね。100万の可能性が残されています。いやいやかなりね。いや確かに土田の手に何は統一でありますけれど、まだ山に2枚ありますからね。はい。もうみんな警戒してんのかな。なんかやっぱ異常ですもんね、まあ、ね飯田さんの。はい、あでもペーここ浅い切るところとそんなに警戒されてないですね。そうですね。まあ兄さんもね仕事のいいシャンテンですからね。一応ね欲しいのはシャーです。飯田いやあまあまああとなんですよねやっぱりね。そうですね、なんですね。でもここまで来るともう面本のからしとして十分ですからね。面本3あんこチャンタドライチみたいなのがあるわけですから。すごいですよ。今これ数万個まであるかもしれませんし。うっとなんだ。ああそうか。これ少数紙の可能性はもう薄まりましたね。そうですね。これで打たれました。さあ天牌入りました。まあ闇か。血する闇か。どうするんだろう。手がり待たずにリーチ。一応土田さんが晴れ満積もってますからね。こっそりと闇天スチッソん初ですね。ここでリアンズ打つのかな。これ安全牌でしょうね。ほうほうほう。あいいペーコができた。あリーチいきましたね。あここでリーチ。これ以上の手代わりは望めないという判断か。ニーツさあこのシャアは、ションパイです。ションパイですね。もちろん飯田さんに統一の牌です。はい。
しゃあ切らない。さあウーピン、これは筋ですね、中筋、リャンピンとパーピン取ってる捨て牌です、はい、よく見たら23の捨て牌もなんか変な捨て牌は変な捨て牌ですよね。飯田もこれは簡単には降りられない、そんな形です。そしてチュンが重ねました。さあリーチだ、リーチだ、ウッパーマン。このチュンは欲しい牌でしたかね、飯田さんがね、うまく重ねてリーチですね、はい、このウッパーマン強いかな。ここにパーマンは2枚持たれていますが、あ、そうか、バニーウーワンが2枚飛んでますね。ただ全般的にマンズの、あ、ここにパーマンもあるか、全般的にマンズが安い。あー、うわー、いやー、ここで引かされたウーマン。いや、まあ打たないですけど、ただテンパー入ったら行くでしょうからね、そうですね。チソはどうなんだろう。あ、シャー、どうする。あ、じゃあこれ出ます、ウーマンがポンしたね、本一チャンタートンドライチの先輩ですね。そうですよね。いやー、これはウーマン前原に刺さりましたが、いや、燃えない選択だったでしょうか。さあ、裏ドラは、裏ドラは裏ドラは野良2ですね、はい、はい、2、6上がったのは前原雄大です。